どうも皆さんこんにちは、まことです。ついにニュースのエプコティアアンコール発売決定しました。待ちに待ちましたよ、待ちましたよ、待ちましたよ。皆さん大事だから3回言いました。年末年始のやつがついに発売ということで、2020年の1月22日ということでね、そちらちょっと詳細を確認していきたいと思います。2種類2形態ですね、ありますね。 DVD の初回版、ブルーレイの初回版、 DVD の通常版、ブルーレイの通常版、どっちかですよね。 DVD かブルーレイどっちかをまず買う、決めないといけない。その2つプラス通常版か初回版、両方どっちかどうするか。まあね、両方買うってなったらお金もちょっと高いですけども。中身は何が入っているか。初回版2枚組スペシャルパッケージ仕様。初回版だからね。52ページブックレット。異星人キーホルダー3体セット封入。異星人、コタボンセン回かな。コタボンセン回だね、多分これね。が初回版には入っております。通常版。仕様は2枚組ポストカード4枚それぞれだね。うん、一人一人のやつだね、ポストカード4枚。だからどっちもここでもう欲しくなるわけですよ。内容は絶対ね同じはずなんだけども、2枚組だしね。ただ入ってるものがやっぱ違うから、そこ入ってるもの代金を払う感じだよね、みんなね。ディスク188分収録なんだって。宇宙旅行再び、オーバーチュア、エプコティア、ツインクルスター、 You are not alone、 スピリット、赤く燃える太陽、スタンドアップ、ニュース日本、ライブウィーク、恋する惑星、 It's you、 ショックミー2013、チャンカパーナ、夜踊れ、LVA、 バンドセッション、ジャンプアラウンド、ブラックファイア、ストロベリー、 MC、 最後 MC だね。でそのままディスクが入れ替わります。ディスク2枚目。いつの公演やっけそれ。東京、東京じゃないかな、書いてない。うん、いつっていうのは書いてないんだけど、多分でも東京のはずよ。東京と大阪両方で分かれてる。ディスク1と2分かれてるのかな。うん、ディスク2はね92分収録、通常版は約101分収録。あ、ちょっと増えてますね。ずっと一緒さ、ダンシングトゥーミー、カカオ、アカネゾラ、ここはソロだね。カスケード、アバロン、エプコティア、じゃあエロティカ、 UFO、メガロマニア、ブラックホール、 LPS、 恋祭り、ニャオニャオニャロ、渚のお姉さま、エマ、チュムチュム、かぐや、ファイティングマン、裸足のシンデレラボーイ、てっぺん、エール、フォーファン、生きろ、ハッピーエンディング、帰り道、ブルーで、通常版だけね。だからこの92分と通常版だと101分収録だから若干違うんだけど、通常版だけスペシャルでカウントダウンライブだよ。イン京セラドーム大阪、僕らも行ったやつですね。そこでまあ年末だといつも東京ドームでねジャニーズ全体でやってるんだけど、自分らのグループじゃなくて別のグループの歌を歌うっていうのをやってるだけども、それでシンデレラガール、大阪ロマネスク、 A じゃないか、ヴィーナス、この4曲を歌っていたというね。僕らもあの時いたからね、すごくいい曲だったよね、歌ってたのね。めっちゃテンション上がったね。だからそれが聴けるというわけですよ。まあ、今回はねこういう感じで何が入ってるかなっていう情報をの詳細をねちょっと見てみましたけれども、また発売した時にどんな感じかっていうのを見せながら
紹介していきたいと思いますので、またその時もぜひご視聴いただければと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思いましたら、ぜひいいねよろしくお願いいたします。その他 Twitter や Instagram もやってますんで、そちらもフォローよろしくお願いいたします。こちらのチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ハバグッタイム。